こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫です最近ニュースを見てたらね、死亡消費税という、死亡消費税って死ぬのに税金かかるのかというのがね、出てきました。まあ、何か年金の支給が75歳からに変更になるというのに伴ってね、提案されているみたいなんですけど、 まあこの説明がね、えー、税金というものの本質がよくわかる解説がついたんで、まあ、それをちょっとシェアしたいと思います。まあ、死亡消費税とはどういうことかという説明をね、この提案者が説明した内容で、60歳で停電されて、85歳で亡くなった間に、一生懸命消費して、日本の景気に貢献してくださった方は、消費税を払ってお亡くなりになる。 60から85歳の間消費を抑えお金をお使いにならないで貯め込んだ方は消費税を払わないでお亡くなりになるしかもそれが相当な金額にならない限りは遺産相続税の対象にはならないですから生前にお支払いお,お払いにならなかった消費税を少しいただくという意味も込めて死亡時の遺産に消費税的な税金をかけるという考えがあります。 すすごいですよね、えー、使って景気に貢献する、ね、で消費税を払うとで使わなかったらね、えー、お金が少ないからといって、まあ、何もね、えー、払わずに、えー、死ぬのは曲がりならんとねすごいですよね、まあこ,のまあ、この解説もそうですしまあね、えー、取られるぐらいなら使っちゃえっていうのを多少は期待してるんでしょうけど まあただこれね、解説を読むとなかなかすごいですけど、でも実際これは今もある考え方です。税金ってどういう時にかかるのかって考えると、お金を使わないっていうね、浪費をしないっていうのは美徳どころか役立たずのやることだというのがね、政府が考えてる。だから罰則的なね、税金をかけてるという風な見方もできます。極端に言うとね、例えばお父さんが、 息子に毎年1億円のお小遣いをあげましたで。息子はフェラーリやシャンパンで毎年きちんと消費します。でこの場合ね、消費することにより消費税8%を支払います。800万の納税ですね。そして景気に貢献している。1億楽しく使っちゃって800万納税していると。景気に貢献しててよしよしということですね。まあ、しかし、小遣いを使わなかったらどうなるか。まあ、例えば、 まあ、しっかり者の奥さんがね、息子に1億円もあげて、のぐでなしになっちゃったらどうすんのということで、えー、もう息子にダめよって言って、この1億円をね、毎年しっかり貯金してたと。で、ある時ね、当然1億円あげられるくらいですから、えー、ほにゃららをしてないとね、税務署来ますね。で、税務署がこの通知を見ると言います。贈与税の申告がされてませんねと。 でしっかりこの貯めたお金に贈与、えー、税55%かかります。まあ、場合によってはね、金額がでかいんで、重加算税と贈与、えー、税じゃなくて、えー、脱税で犯罪者になる、逮捕という可能性もありますね。まあ、これは、ね、しっかり者のおふさんがいなくて、まあ、息子がね、奇跡的にしっかり者だったとしても同じことです。使わないと、えー、けしからんということで、55%の税金プラス重加算税になります。 お小遣いをあげずにじゃあね、親が資産を持ち続けていればどうなるか、ね、しっかりと、ね、無駄遣いせず貯め込んで、えー、親が死んだと。この場合は、贈、え、与、ー、税じゃなくて相続税と、ね、名前だけ変わりますけど、やはり55%持っていかれます。まあ、こう考えるとね、使わないと、んん使わって景気に貢献しないと、結局、貯めても持ってかれちゃうのかって、何のために我慢してるんだと。ね まるで人は景気を良くするためか税金を払うために生きているようなものでな。まあ、これをね、えー、死亡消費税の解説はルールを作る側の人にとっては当たり前の前提なんですけど、まあね、えー、取られる方とか払う方にはあんまり、ね、気づかせないようにしているのをわざわざ説明しちゃっていると、ね。国民は人、ね、国,民国民は、えー、景気を良くするためか税金を払うために生きていると。 これをうっかり分かりやすく説明しちゃったわけですね。この世で確実なのは死と税金だけだ。人はいつか必ず死るし、稼いだ金は税金で持って帰ると。これね、映画ウォール街の中で出てきたセリフですけど、ま,あ、まさに、えー、その通りだなというふうに思います。まあ、ところでね、自、え、営、ー、業者の方は、できるだけ税金を払わないで済むようにしようと、日夜頭をひねります。まあ、それは ね、無駄無駄無駄,無駄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 って感じですね、えー、溜め込んでいても必ず持っていかれます、まあ、一層開き直って税金を払いまくるという手もあります、まあ、税金払ってもいいことないんじゃないかなというふうにね思う税、えー、業者多いんですけど今の日本の金だとね、えー、税金をたくさん払って、えー、税金をたくさん払えばね当然、えー、儲かってますよと、ねえー、いう 何,ですかね、何よりの証拠になるわけですから借り入れも非常にしやすくなりますそうするとね、えー、自営業者を節税の次に悩ませる資金繰りが解決するともうあの税金払うだけ払ってねお金借りられるだけ借りればはっきり言って会社経営は相当楽になります税金をできるだけ払わないようにしようとね決算を苦しくして借り入れとかせずにねカツカツでやるから いざというとき借り入れできずに資金繰りができなくなって潰れちゃうわけですね。まあ、今、金利がね、えー、たくさん借りれば1%以下で借りられるわけですから、1%以下で借りればね、えー、どんだけ経営って楽になるだろうという感じですよね。極端な話、何もしないでタコ足食いしてるだけでも、えー、十分暮らしちゃうんじゃないかなと思います。自、ま、営、あ、業者はそんなふうに、ね、開き直って税金を払いまくるという手もあるんですけど、か、ま、た、あ、や、 ガラス張りで税金を持ってかれる会社員はどうかと。まあ、払ったからといってね、それで借金する人ってあんまりいませんからね、最、ま、後、あ、までの取られっぱなしと。で取られっぱなしで、ね、大、え、体、ー、死ぬまで働けと、ね。でまあ、国の年金資産の運用が失敗したら、死ぬまで働くのね、あのその死ぬが、まあえー、早い時期に死んじゃった方が良かったかなというふうに、ねえー、なると思います。今ね 日本の何よりのリスクはね、長生きリスクだと言われているぐらいなんでね、まあ、その、ね、年取って貯金があるさと思ったらね、インフレで貯金は役に立たないと、年金あるさと思ったらね、年金は死ぬ直前になるまで出ないと、病気もできない、何もできない、長生きなんかするもんじゃなかったと、まあ、そうならないためですね、自分で稼ぐ力を身につけた方がいいです。今ならアマゾン輸出がおすすめです。 何しろ輸出、まあ、貿易ですね。これは4000年前からある稼い方です。まあ、シルクロードとかね、能、えー、を運んで貿易したとかね、えー、物々交換とか、もうこれはあの王道中の王道なんでですね、えー、物を売って儲けるこのスキルを身につければ、どんな国より頼りになります。えー、この時期に物を売って儲けるスキルを身につけることをお勧めします。えー、じゃどうするんだという方はですね、まずは無料で、この、 えー、メールセミナーありますんでね、ここをクリックして、メールマガに登録して、Amazon 輸の儲け方、えー、儲けるスキルってどうやってつけるのか、それをね、えー、無料ですんで、チェックしてみてください。まあ、人は税金を払うために生きてる、あるいはね、景気を刺激するために生きてるというのがね、えー、まあ、かっちゃいたんですけど、分かりやすい説明がなかなかできなかったんですけどね、さすが学者の先生の、えー うっかりミスというか、ね、えー、ぶっちゃけこういうことです。ね、消費に貢献するか、貢献しないやつは、税金を払いというのがね、えー、国民、あるいは国、税金というものの、まあ、あるべき姿というのをね、えー、作った方の方は考えてる。まあ、これをしっかり分かんないとね、えー、とんでもないことになるんで、えー、しっかりと理解して、稼ぐ力を身につけることをお勧めします。以上、転売を堀秀夫でした。